聞く小説老前整理第6章カミングアウト。私カミングアウトします。講座の初めの自己紹介で宮崎夏樹は早口で宣言した。この一言に和やかな会場の空気が一変した。半数の胸中には綺麗な人だけどこの人男性なのかしらという疑問と、カミングアウトという言葉の意味がわからないものはポカンとしていた。実は私は精神科医なのですが ADD です。下を向いて拳を握りしめた夏樹は大きく息を吸い込んだ。 ADD といっても多くの方がご存知ないでしょうけど、注意欠陥障害という神経系の障害です。とは言っても目には見えませんから知らない人も多いと思います。症状は人によっていろいろですが、私の場合は片付けられないということです。ずっとこのことを隠してきました。自分がただだらしないだけで性格の問題だと思っていました。精神科医を選んだのも自分のそういうところを知りたかったからです。そしてアメリカに留学し学ぶうちに ADD という障害があること、そして自分がその ADD だと分かりました。障害というと誤解されそうですが、これはある分野に関して苦手な分野があるということです。うまくできないのは片付けられないことで、精神科医としては自分で言うのもなんですが優秀です。仕事ができるから余計に理解してもらえないのかもしれません。そしてそのギャップを埋めるためにどれほどエネルギーを費やしたか。両親は眼科の医師なのですが、私が ADD だと話すと、ADD は子供の病気だ、お前はだらしがないだけだと言われました。多分自分の娘が ADD だと認めたくないのでしょう。そのことが原因で今では絶縁状態です。親にも分かってもらえなくて、もうほとほと疲れ果てました。そんな時にこの講座を知って、片付けられないと困っている方たちなら、私の気持ちも少しは理解してもらえるかもしれないと思いました。私にとって暮らしをすっきりするということは、まずカミングアウトすることだったのです。長々と喋ってしまいましたが、これですっきりしました。ありがとうございました。会場は浸透していた。話を聞いていた受講者が、自分も ADD ではないかと考えたからかもしれない。ADD について、苦楽にも本で読んだ程度の知識はあったが、参加者の不安を解消しなければと思った。夏樹さん、ADD について少し質問してもよろしいですか？カミングアウトした興奮で頬を紅潮させた夏樹はうなずいた。ADD というのはどういう症状でしょうか？原因はまだ分かっていませんが、脳内の神経伝達物質の不足によって集中力がなかったり、物忘れが激しかったりします。と言っても何もできないわけではなく、仕事はできても家事ができないとか、あることはちゃんとできるのに別のことは全くできないというアンバランスが生じるのですが、これは周囲の人にとっては理解が難しいようです。これは心の病気ではありませんし、性格に問題があるわけでもありません。それでは片付けられないと思っている人の多くが ADD の可能性はあるのでしょうか？そうとは言えません。ADD は遺伝子の問題だと言われていますし、症状が慢性的で子供の頃からずっとその状態が続いていることや、生活に支障が出るくらいひどいことが挙げられています。しかしこの診断は非常に難しく、素人判断は危険です。また日本には ADD を診断できる専門家も少ないのです。ADD についてお知りになりたいのなら、サリ・デルソンの「
片付けられない女たちをお読みになることをお勧めします。クラコがホワイトボードに署名を書いた。恐る恐る手が上がった。あの、夏樹さんに私が ADD かどうか診察してもらえないでしょうか。残念ながら私は ADD の専門家ではありませんので診断はできません。ただ物が多くて片付かないのと片付けられないのは根本的に違います。どうしてもご心配であれば診断を受けられても良いですが、いえ、もう一頑張りしてみます。スズ子が手を挙げた。ワイドショーで取り上げられているようなゴミ屋敷の人は ADD なのでしょうか。夏樹は辛抱強く答えた。診断を受けないことには何とも言えません。私の個人的な意見としては、ここだけの話ですが、ここだけの話がここだけにならないのが女性の世界であるが、夏樹は素直にそう考えていた。粗大ゴミの中から壊れた電気製品やガラクタを拾ってきて、家の周りやご近所に迷惑になるほど道路にまで高々と積み上げている方々は、統合失調症や認知症の可能性があるのではないかと思っています。何度も申しますが、これは診断を受けていただかなければわからないことです。ところがこういう方たちに診断を受けていただくのは、トラックに何トンものガラクタを片付ける以上に大変です。ただ一つはっきりしているのは、いわゆるゴミ屋敷の主はワクワク片付け講座に参加されることはないと思います。安堵と笑いが広がった。スズ子がありがとうございますと夏樹をねぎらうように礼を述べた。皆さんと共に ADD の私なりの片付け方を見つけてすっきりした暮らしをしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。夏樹が頭を下げると大きな拍手が起こった。第6章終わります。